ちょうど始まった。ちょうどの意味が分かんないかな。はいっすー。音声映像大丈夫、ありがとう。うぐいす谷です。うぐいす谷ダメだ、トイレどこも貸してくんね。よいしょ。あ、そうだったんだ、リオフェイさん。どうも。よし。ウグイス谷ゲットです。はい、バドツー。お待たせ。なんかパソコンの更新プログラムが作動しちゃって、バッテリーがね、1個足りなかったんだよ。はい、バドツー。ウグイス谷ゲットです。でね、こっから先がね、どうやって行ったらいいか分かんないんだよ。ウグイス谷。これどうすりゃいいんだろう。今ね、6個11駅ですね。今11駅目、29個中11個です。いい感じですね。これどこ進めばいいんだ。そうなんだよ、パソコンの更新プログラム作動しちゃってさ、どこ行けばいいんだろう。上野どうやって行けばいいんだろう。なんかうぐいす谷にさ、すげえスタンプでなんか反対側の折り口だって言われて、今何口だろうこれ。タクシー乗り場がある方なんだけど、キューちゃんいらっしゃい。どうすればいいかな。歩道を渡る、上に行くってこと、それとも下に行くってこと。方角はスカイツリー、スカイツリーは向こうに見えるね。どうすればいいんだろう。駅を背にしてどうすればいいのかな。これ右に行くのか左に行くのか分かんないんだよね。これ南口、ここが南口。右行くのか左行くのか教えてもらいたいかな。もうすぐ折り返しですね。左かな。で、左行くよ。スタンプを取るために大回りした感じだね。じゃあすごい線路の数か、すごいね。穏やかなところ、うん、景色はめっちゃいいよ。なんかほら何にもないね。ほんとラブホしかねえわ。ほんとにラブホしかなかった。てかこんなにかかると思わなかったな。やべえな、これ夜になるね。今日中に終わるかな。駅を背にして左に行ってる今。ああ、走って。ああ。なんだこれ。地図で見ると右、ああもう手遅れだわ。よし、もう手遅れです。反対だったの？大丈夫か？ああ、トイレあるかな。トイレ借りる、トイレなさそうだな。
左からでも行けんの。また遠回り選んだ俺、外周。はい、良平さん来てくれてありがとね。ありがとう。また外周選んだの俺。なぜハードモードばかりになってしまうんだろうな。さっきから選んでるのが全部ハードモードなんだけど。立ち屋かどっかでトイレ借りるか。さすがに厳しいわ。さすがに厳しい。もう限界、おしっこ漏れちゃう。しょんべん漏れちゃうよ。てか結局タイムロスしただけだったわ。もた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 して、なんかパソコンの更新プログラムは作動しちゃって。とにかく進もう。うわ、スカイツリー目の前だわ。すげえ迫力。今からでも引き返した方がいい？マジで？じゃあ引き返すわ。ああ、いってえ、足。駅にトイレはないよ。JR はね、構内にしかない。改札くぐらないとトイレない。どっから来たっけ、こっちか。じゃあ戻るね。ヒースこんにちは、楽しんでってください。うぐいす谷の次は上野御徒町かな。上野御徒町に向かいます。今5時間が経過したところです。間に合うかな、今日中に終われるかどうか不安になってきたわ。貸してくれるかな。いいや、とりあえずどっか入れそうなところコンビニ見つけて入るわ。あー、足いってえ、マジで。上り下りがめっちゃきつい。はあ、戻ります。はあ、これ女の人で17時間よくやったわ。ハルさん気合入ってるわ。これね、男だからまだいいけど、きついぞこれ。まっすぐ行くと上野。 OK、 ありがとうございます。頑張るよ。のんたんがね、後で充電取りに迎えに来てくれる。はぁ、はぁ、まだ折り返しも行ってねえかんな。バカプレゼントありがとう。バカプレゼントありがとう。これよく涼しい顔してみんなやってるな。よくやるわみんな。いや、涼しい顔してやってんじゃんみんな。これ達成した人誰がいる？山手線の企画やったの見たことある人誰か教えて。ツバニャンとハルさんと、ツバニャン、ハルさんと、あと誰？これめちゃめちゃしんどいぞ。え？
ちょっと待って、こっち間違えてるでしょ。左側行けなくない？行ける？突き当たり左でいいのかな。里見、横山、緑、銀映えか。やっぱ大手はみんなやってんだな。ネルさんもやってる？ネルさん途中でリタイアしてなかったっけ？ネルさんはリタイアじゃなかったっけ？橋本くんとネルさんは。あー、まあ石川のリーグもやってるか。これまっすぐでいいの？あ、上野公園って書いてある。あ、上野公園か。新八丁もやってる。もうこれみそぎだな。登竜門だねこれ。本当に大手になりたかったらこれぐらいできないとダメですよっていう感じだ多分。あ、上野公園か。ネルさんはケツが痛いとかでリタイアしてた。あの、痛いわ。もう今すぐやめたいもん俺これ。理由をつけて今すぐやめたい。ラーメン食いてラーメン食いてマジで。100名さん、100名超えありがとうございます。やめていいのこんな中途半端なところでやめんの。すげえ半端じゃない。国立科学博物館、美術館見えてきた。上野駅近い。上野と上野お金市町は分かりそうな気がするな。上野はほらよく歩いて配信やってるから、うん、上野は行けそうな気がする。足痛いね。まあ、足首、膝の裏、股関節の3つの関節がもう激痛が走ってて、あのなんかね、よっさんみたいな歩き方なんだよ今。あの、肌から見ないと分かんないんだよね。バストアップだと分かんないと思うけどね、よっさんみたいによちよち歩いてる感じ。横に横にこう軸がぶれながら。ペースダウン、休憩する。秋葉原か上野でする。秋葉原か上野。革靴っていうのもあるだろうけど、よしゆき歩きなんだよね。あ、なんかすげえかっこいい建物あんな。なんだあれ。上野公園で休憩すっか。いや、あの、つまりのんたんがもう向かってるんだよ。のんたんに秋葉原で待ち合わせって言ってあるから、秋葉原向かわねえと。とりあえず秋葉に急いで行かないと。上野から秋葉ってそんな遠くないよね。で、秋葉に行ったら折り返しかよ。秋葉原で折り返しかよ、もうこんだけ歩いて折り返しにもついてないんだよ。何これ。こんだけ歩いて折り返し地点にもいないってどういうこと。スタンプラリーは初かもね。スタンプラリーの方がきついと思うよ。だからわざわざ遠回りしないといけないから。あ、上野から近いんだ。差し入れ持ってきて、差し入れ。ご飯、おお、クジラの、あ、はい、美術館だ。マッコウクジラの、あれだ。マッコウクジラ、でっかいやつ、ほら、どうぞ。あ、いいね。え、上野御徒町と上野ってどっちが近いんだ？あ、これ美術館の建物か。ここ行ったわ。うん。ここか。あれ、御徒町ってどっち行けばいいの？本人にしか伝わらないやつだよね。上野御徒町ってどこだ？駅。俺が知ってるのだと上野駅に着いちゃう。
上野駅で合ってる？次の駅。上野で合ってんだ。じゃあいいんだ。じゃあ上野駅行くよ。公園突っ切るからね。公園突っ切るから。ネッシーじゃなくてマッコウクジラの実物の模型、実物大の模型があるの、上野美術館。あ、上野まで来たか。うわ、焼き芋食いて、焼き芋食いて。上野に着きました。上野公園入ります。マッコウクジラの前にいます。今マッコウクジラ、等身大マッコウクジラの前にいます。でけえよな。なんかもうでかすぎて遠近感がないよ。もうわけがわかんない。あんなでかい生物いたらビビるよな。それは船が頓挫するわ。ちょっと甘いの飲もう。上野かな、アメ横か。アメ横でケバブでも食おうかな。アメ横でケバブ食う。ケバブ。アメ横でケバブでいっか、補給。はあ、つれえ。ケバブ食うわ。限界だわこれ。あー、しいってトーク続いて。そうだよね、ずっと喋ってるもんね。あーい、連休の頭でよってよかったわ。これ歩けなくなるわ次の日。いや、想像以上だわ、想像以上だわ。いや、皮とっくにめくれてるもん。そうじゃなくて、もう骨が痛いの。骨とか神経とか関節が痛くて。土曜日にやるの正解なんだ。いや、絶対正解でしょ。今日やって正解だと思う、本当に。革靴で行こうと思ってるけど、ちょっと考えるわね、これね。でも日本全国歩くわけじゃないから。あ、トイレ行けばよかった。トイレどっかにあるよね。公園だからトイレどっかない？
駅の方行かないでトイレ行きたいな。あ、でもいいか、もうトイレいいや。もうおしっこしたくて。ちょっとタバコ吸うわ。上野駅見えた。上野駅着きました。電波ない。俺ガチ引きこもりじゃないけど俺ガチ引きこもりじゃないから。見えてたら手挙げて。電波がない。いや、もうおしっこ限界よ。丸井の裏立ち飲み屋街があって、そこは出た方がケバブより、そこでは出た方がケバブより安いかも。丸井の裏に立ち飲み屋街がある。そこで派出た方がっていうのが分かんないな。いや、おしっこなんか漏らせばいいと思ってるから。おしっこ漏らすのなんか怖くないっすよ。僕はおしっこ漏らすのなんて全然ビビってないっすから。のんたんは、いや歩かないよ。バッテリー車で取りに来てくれて、家で充電してくれる。てか、クマが出てきた。顔クマ出てきたね。クマになってない。簡易トイレあるかな。文化会館の中にトイレあるかな。文化会館の中にトイレあるかな。上野公園、今そこで食べた方がいい。案内してくれる。なんかおすすめの店で安い店あるんだったら。今ちなみに所持金もう700円で、700円。案内してくれるんならそっち行く。休憩っていうかね、早く秋葉について一段落したい。これ今日中に終わんねえな、マジで。なめてたわ。ミスってバーガー投げちゃったの。花火にすればいいのに。バーガーありがとう。トイレ行くから一回カメラ切りたいな。これカメラ切る方法ってないの。どうもお疲れ様です。今スクワットしたらうんこも出るね。てか多分水分切れてんだな。クマがすごいしフラフラする。ラジオにすっか。ちょっと待って、トイレ行くわ。そうだね、カメラ伏せるわ。ちょっと待って、トイレ行く。まあうんこ漏らすのなんか全然怖くねえけどな。ああ、うんこ漏らすのなんて全然怖くねえけどな。外配信どころじゃないよ、あやか。もう大変よ。バカプレゼントありがとう。
いただいま。音聞こえる？あれ？音聞こえない？音聞こえる？どう？手洗ったよ、もちろん。俺手洗う派だから。あれ、なんかカメラピンボケしてんな。ねえ、ピンボケしてるね。なんだろう。あ、戻った。 OK、 じゃあ上野駅着きました。上野駅でスタンプゲットしましょう。十何個目だ。上野駅って十何個目だろう。あ、ただうんこ漏らすようにうんこはしなかったから。うん、そう、今日やってやろうと思ってっから、おしっこだけしました。うんこは漏らすように取っておきました。やってやろうと思ってます。クライマックスシーンで感動のうんこを。どこだ？スタンプ。山手線29駅だね。29駅。スタンプあった。スタンプあったわ。あれ、水族館スタンプ？すげえじゃん。違かった、電車のスタンプじゃねえわ。あれ、これってどうやって降りりゃいいんだ。降り方がわかんねえな。反対側か。まだ折り返しでもねえもんな。秋葉原で折り返しですね。いろんなスタンプがあるね。なんか水族館スタンプって書いてあった。上野だからね、ターミナルだからしょうがないよ。上野公園の入り口だから。ここは今日全然人少ない方だよ。飲み物差し入れめっちゃ嬉しいんだけど。いや、超嬉しい、超嬉しいんだけど。リアド作るか。ポカリありがたいっすね。ポカリとかね、ありがたいっすね。近いの、家。はあ、上野駅へ。スタンプ帳あったらいいね。スタンプ帳ね、欲しいね。なんかドラゴンボールのやつみたいなのね。スタンプ帳ありだよね。今日は天気いいな。空が青いよ。スタンプ帳作ればよかったな。ゆっくり歩いてるからよ。
歩いてだよ。歩いてもう何時間経ってる、朝の9時から歩いてるんだよ。キャラメルフラペチーノ飲みて、スタバ飲みて、甘ったるいの飲みたいね。何も食ってない、もう朝から何も食ってない。スタバいいよね。足いって、上野駅着きました。いやもう超痛いよ今現時点で。何時間歩いてる、9時からだから5時間、違うな、9時からだから5時間か、5時間半歩きっぱ。バナナのやつあんだ。じゃあスタンプ探します。ターミナルでスタンプ探すの地獄なんだよな。来たよターミナル駅のスタンプ探し。まだ半分も折り返してもない。山手線の路線図見ると楽しめると思うよ。あやか、山手線とかで画像検索すると、あの新宿から、あの今上の時計回りで回ってるから。新作うまいんだ。上の駅広いからね、どこにスタンプあるかで迷子になるよ。駅員に聞こう。もう山手線でしたら55キロだから。スタバ行こう。しまって、スタバの前にスタンプだから。そう、聞かないで探すのは無理。正直、この駅の規模、あーないか。この駅の規模は無理よ。もうそんなね、時間のロスしてる暇がない。バッテリーがもう持たないから。あー。すいません。上野の JR のスタンプを探してるんですけれども、ありがとうございます。上野公園のスタバめっちゃ広いんだ。もうでも戻る気がないね。戻る気がない。そうなんだよ、所持金があと700円だから、おにぎり食った方がいいよって言われてんだよね。だいたい半分か、秋葉原で。頑張ろうね。とりあえず半分は行かないと話にならないよ。女の人でもやってんだから。頑張るよ、メロンありがとう。女でもやってんだから気合い見せないと。こんなんでプロ配信者じゃねえ名乗ってたら笑われるよ。あったあった。緑の丸の口。右？右か、緑の窓口、緑の窓口。夜の9時ぐらいになるかな、どうだろうね。誰かリア突するって言ってたの誰だったっけ。新宿でリア突したいっていうね。もこっちどうやって注文したっけ、忘れちゃったな。スタンプ、スタンプどこだ、あれねえな、スタンプ。緑
緑の窓口はここでしょ。あったスタンプ、あったスタンプ発見しました。スタンプ発見です。ああ、バニラフェラペチーノジャイアントサイズか。スタンプ発見しました。すごいな、みんなスタンプノート持ってるんだね。なんか専用のスタンプノートっていうのがあるっぽい。みんな持ってるっぽいね。やっぱ俺も欲しいな、スタンプノート。上野です。今上野駅のスタンプ行きます。よっしゃ、上野駅のスタンプ行きますよ。あー、ウグイス谷からちょっと遠かったな。29個のスタンプ押すのになんで俺こんなに手間かけてんのかよくわかんねえよな。あ、でも上野のスタンプクオリティ高えよこれ。全国制覇はないんだ。全国にある駅とない駅があって、東京の駅だと77個駅スタンプがあるんですよ。上野駅です。上野駅のスタンプ、これが上野駅です。上野駅ゲットしました。行きます、次行きます。12個、スタンプ12個手に入れました。秋葉行きます。案内して。どっちだ秋葉。上野ゲットです。そうなんだよね、インクがね、やっぱ人気駅はインクがすぐなくなっちゃうから、あのなかなかつかないんだよね。御徒町か、秋葉じゃない、御徒町、やべえよ、ジャンプするところだった。御徒町があるだから、どこ通ってくんだ。アメ横通ってくのか、アメ横だ。うん、ありがとうありがとう。もうね、意識が朦朧としてるから。御徒町で OK、 アメ横を通っていきましょう。あー、ごめんなさい、すいません。よし、気合い入れとこう。何か食った方がいいよね。熊できてるよね。ていうか朝方と顔が違いすぎるんだけど、マジで朝方と顔が違いすぎるっしょ。大丈夫かな、倒れねえかな。いや、うんこは食わないっすね。うんこは食うもんじゃなくて漏らすもんだから。よし、髪乱れてる。よっしゃ、次御徒町行きます。いや、配信で飯食うっていうのは苦しみの連続だから、疲れるよそりゃ。このペースで喋りながらずっと喋ってんだよ。
ずーっと喋ってて、もう5時間、6時間か、もうすぐ。6時間ずーっと喋って、ずーっと歩いてんだよ。多分ね、あと6時間後には脱粉配信ですね。いや、なんかね、リスナーさんがリアトツでドリンク持ってきてくれるって言ってるから、それ飲んでから考えるわ。人多いな。最強。いや、腕はもうずっと握力がおかしい。ずっとプルプルしてる。ずっと挟んで持ってるから。本屋さんに売ってるんだ、スタンプ帳。ただもう今更だよね。今更はあるよね。もういいや。アメ横右、アメ横通れって裏道じゃダメなの？正規のルート通らないダメなの？いや、混んでるんだもん。アメ横めちゃめちゃ混んでんだけど、あそこ通るの？裏道でよくない？混みすぎてるからやだわ。裏道行くわ。あんなさ、人混みん中歩く気になんねえわ。ただでさえさ、パソコン持ってよちよち歩いてんだもん。いや、正月とか結構多いんすよ。裏道にしよう。裏道でも結構人多いけどね。あかんよ、あれは。いい。ああ、すいません。バッグかっけえな。よし行き歩きだからね。これは寒い夜だからっていう曲ですね。寒い夜だからっていう曲です。裏道で行こうね。ゆうきさんいらっしゃい。これ知らない人は若い人ですよ。いや、ターミナル駅だからだね。膝がバキッつった。ちょっと待って、ごめんね。大丈夫か大丈夫じゃないかで言ったら大丈夫。大丈夫じゃない。うわ、焼き鳥のいい匂い。めちゃめちゃうまそう。焼き鳥のいい匂い。あー、すげえ。ここダメだ。この通りまずいよ。この通りは、あ、ラーメンうまそう。よだれ出る。
食欲あるよ、めちゃめちゃ腹減ってるよ。今ですね、上野のアメ横、ここはアメ横の裏路地ですね。もうすぐ御徒町です。テーピングした方がいいね、これね。いや、一人一個とか店に失礼だからな。バカプレゼントありがとう。たこ焼きいくら？6個で250円か。6個で250円か。くっそ。俺ね、まだプレゼントありがとう。安い何が。俺ね、子供の時大好きだった絵本がね、僕は歩いたまっすぐまっすぐっていう本が好きだったんだよ。おばあちゃんの家かなんかまでね、ひたすらまっすぐ歩くだけの絵本なんだけど、それ好きだったな。僕は歩いたまっすぐまっすぐ、検索してみて。まだプレゼントありがとう。いや、ちょっともうちょい頑張る。秋葉までとりあえず行きたい。あ、ゴーゴーカレーとかめっちゃうまいじゃん。こってりしたもん食いたいな、しょっぱいもん。我がプレゼントありがとう。はい、若津美久ちゃんありがとうね。バーガーありがとうございます。頑張るよ。これね、あれだわ、後半戦がしんどいんだ。こんなの余裕じゃんと思ってたけど、後半になればなるほど一駅の間が長くなってくもん。いや、歩くのが遅くなってくから。これ東京メトロか。いや、和道の名前の由来とかもう今は、うんこです。うんこから来ました。うんこから通りました。もうね、今ねトークやる余裕ないから。うんこから取りました。和道の和は、ね、今しょっぱいものだね。御徒町から秋葉はすぐなんだ。いや、だってここ食い物屋のメッカだもん。ああ、立ってるだけでしんどいな。やべえんじゃない、もう膝が痛いの。立ってるだけでしんどいんですよ。初見だもんね。聖剣好き配信思い出すな。聖剣好き配信思い出すわ。のにこ、のんたんはね、秋葉に迎えに来てもらってる。秋葉に迎えに来てもらってますね。700円しかないから。飛脚すげえな。飛脚って1日100キロくらい歩くから飛脚って言うんでしょ。すごいね。ポッキープレゼントありがとう。フワッキーまだ持ってる人いるんだ。フワッキーありがとう。ちょっと笑うわ。 3個前の限定アイテムまだ持ってんだ。コロッケね、コロッケうまいところあったんだけどスルーしちゃったよ。
スタンプ、御徒町着きました。もう駅に着いた感動とかありません。もうただひたすら前に行くだけです。もうね、なんか最初の頃感動があったけどもうないですね。御徒町でーす。新宿ですね。感動がないよ。感動とかやってないから。もう一回一回リアクション取るのが辛いんだって。はい、御徒町スタンプゲットです。ゲットしました。行きます。ガチマチスタンプゲットです。次行きます。いや感動とかないからもうただひたすら膝が痛いだけだから終盤戦もこれでも新宿駅でスタンプ探すのがめちゃめちゃ辛いよ。ターミナル駅の駅を歩き回るのがもうほんと最悪なんだよね。じゃあ問屋街歩きます。次は秋葉、まだ半分超えてない。次の駅で半分かな。次秋葉かな。こっから戻るってことか、新宿方面に。何やってんだろう。ほんと別に歩かなくていいじゃん。なんで歩いてんだよ。バカでしょ。バカだよね、ほんと。なんか、もう、だんだん気づいてきた。もう、思いつきでやったはいいけど、アホだよ、こんなんやる必要ねえわ。もう、こっから痛さとの戦いだよね。ほら、しかも体重が重たいからさ、痛いんだよ。一歩ごとに激痛走る感で。南、秋葉原南、OK です。のんたんありがとう。秋葉原の南口ね。ありがとう、のんたん。ありがとう。すぐ行くから。今、御徒町。のんたんが待ってる。それやってた配信者みんな言う？いや、もうこんなんやめた方がいいよ。もう今すぐやめたいわ。ほんとに。今すぐリタイアしたい。いい感じのバカだよね。ああ、痛え、マジで。まだ半分終わってないとか狂ってるでしょ。愚痴言えなくなるの、これ、後半。後半みんなどんな感じになるの？いやもうね、痛くて泣けるわ、これ。いろんな意味の、無言なの？マジで？無言になんの？マジか。俺、でも無言になるぐらいだったら雑談配信者じゃねえかんな。もうでもね、喉カラッカラなんだよね。無言になるんだ。後半戦は。それ見てて面白いの？でもタイムシフト見てさ、最初のノリと絶対違うはずなんだよ。でものんたんが待ってるからハーフポイントで。うん、もうラーメンムカつくわ。ラーメンうまそうなのいっぱいあるじゃん。腹立つわ。でもね、無言になる気持ちわかる。のりゆきさんも無言になるの？マジで？よっぽどでしょ。米は読んでるからって言って無言。でもこれさ、ちょっと待って待って待って、これで半分だよ。
これで半分だかんね。あともう一回同じことやれっていうのと一緒でしょ。石だ、自然石だ。夜9時ぐらいに着くのかな、わかんない。ごめん、読めねえわ。バッテリー取ったらすぐお別れでしょう。わかんないけど、のんたんとチューしてお別れでしょう。のんたんの中であと2駅は頑張れる。あ、そうなんだ、最初はみんな元気なんだ。いや、どうだろうね。無言になんのかな。いや、俺は喋るよ。雑談配信者としての意地があるから。ちなみに僕がおすすめなのはここです。ものづくりの街 2K504 って、ここやばいから、ここ検索してみ、超やばいから。 2K504 マジでやばいから、ここね、のんたん連れてってね、デートしたいね。うん、ここおすすめです。あの職人さんが集まって超おしゃれなショップを高架下でやってるんですよ。だから中撮影できないんで、ここは撮影禁止なんだよ。そう、高いんだよね。ここ最高だよね。いろんなね、超職人さんのおしゃれなアイテムいっぱいあんの。家具とかネックレスとか。しかも空間がめちゃめちゃかっこいいから。ここ。すごいよ。もう超おしゃれなの。ここデートにいいですよ。女の子感動するよ、結構。飯も食えるし。ここでチャプ台買ったんだ、いいね。秋葉までもうすぐっすね。今、高架下なんで、もうあと5分ぐらいっす。検索しても多分ね、撮影禁止だから画像が出てこないかもしんない。あのデザイナーが設計してるんだよね。高いよ。でも、その、日本の中小企業の技術を持った職人さんとかがいろんなお店出してるの、一店舗ごとに。漆の店とか、あと金物とか。休憩しよう。秋葉で一旦休憩入れます。秋葉で休憩入れます。これあかんやつだわ。これね、年取った時に爆弾化する可能性があるよ。あの時の山の手配信のせいで膝が壊れたみたいな。中央改札口了解です。のんた今行くからね、ごめんね、待たせて。のんた今行くからね。
頑張る、ありがとう。手が痛いとかじゃないの、もう手も痛いし、どこも痛いし、喉も渇いてるし、唇カッサカサだし、いろんなところがダメになってんだけど、とにかく足なんだよ、もうとにかく足、もう足がひ、ガードした、足の裏じゃない、膝、足首、股関節、関節の付け根全部に、歩くたび体重が乗っかるじゃん、クッションがなくなってる感じで激痛が走んの、その6箇所がギッギッっていうので、膝曲げるとバキバキっていうのよ。でもう寒さは気になんなくなった。寒さは6度かな、東京今日。それでもまだその普通に通行してる人よりも早く歩いてるからね。痛いね、とにかく革靴それがまた失敗したんだよ、革靴です。神尾さんは一つ楽しんでってください。アホでしょ、スニーカー履いてくればよかった、本当にマジで。革靴、クッションないんだよ、しかも9年履いてる革靴でもうね、沈んじゃってるから痛いの。休憩、秋葉で休憩します。もうね、あの距離的に近いの分かってるんだけど、全然距離がね近く感じない。そう、裸足歩いてるよりマシなぐらいだね、重たい、水ぶくれっていうか、もうかかとはなんか、かかとのそう、なんつうんだっけ、あの靴ずれするところはもうダメだね、もうとっくに血まめになった、もう、あ、破れてると思う、もう痛みも感じなくなってきた。いや、正拳好きの方がそれでもまだ辛い。正拳好きの、今ね、正拳好き1万回配信のね、正拳好きね、5000回目ぐらいだと思う。正拳好きはそれくらい厳しい。正拳好きで言うところの辛さ、今3000回ぐらい。いや、違うんだよ、俺。おしゃれとかじゃなくて、普段持ってる靴とか、9年履いてる靴だし、これしか服持ってないんだよ。中 T シャツだし。おしゃれとかそんなんじゃない、服を持ってないの、だからいつも同じ格好でしょ。これさ、24時間テレビとかでさ、休憩所でさ、マッサージ師いるの分かるわ。24時間テレビってあれ100キロとか走るんだっけ。24時間でよく走りきるわ。 iPhone にしたら楽っすよ、ただ画質が悪くなるから、音質と。そうだね、一点豪華主義ってそんな感じだね。あー、キバちょっとなんで花火やんで、バカかよ、バカかよ、バカかよ、考えられねえよ。
花火ありがとうございます。考えられねえわ、考えられねえわ。くっそ、ありがとうございます。のんたんどこ？のんたんどこだ？高架下？高架下？どこ？のんたんどこ？のんたん？あれのんたんどこだ？ガード下？ガード下って言ってた。どこだろう？ガード下？今秋葉に着いたところです。とりあえず秋葉でスタンプ押すか。のんたん？中央改札口、オッケー。ドSだろ、姉ちゃん。くそ、これずるいよな。見てる方が面白いもんな。絶対見てる方が面白いもん。ふざけんなよマジで。中央改札口、ちょっと面白いよね。これ絶対面白いわ。いや、俺働いてるけど。俺いる間一日も止まらない。あ、止まりました。スタンプ出たよ。ターミナル駅のスタンプないパターン。すいません、あのスタンプを探してるんですけれども、あの JR の駅スタンプ。はい、あ、ありがとうございます。あったあった。すいません、スタンプ行きます。何個目これ？6個、12個、13個だ、14個目のスタンプ行きます。
やっと折り返し、ちょうど半分です。秋葉原ゲットです。秋葉原ゲットしました。次行きます。パチパチありがとう、ありがとう。でノンタンにバッテリーの充電してもらいます。ノンタンどこだ、中央改札だからどこだ、ノンタン中央改札口だよ今。乗り子マロングラッセどこ行った、乗り子マロングラッセは、乗り子マロングラッセがいないんだけど、どこノンタン。ハッパチブチありがとう。乗り子マロングラッセ、乗り子マロングラッセどこだ、乗り子マロングラッセがいないな。ノンタンは外のガード下、あーいたいたいた、乗り込まるんグラスいたわ、ごめんね、お待たせお待たせ、いた、いたいた、ノンタンお疲れ。中乗って休憩し、充電これあと何パーあんだ、シューしちゃいない、あ、ごめん、 USB で充電できるんだったら、え、USB じゃできないよ、家にコンセントあるから普段置いてる場所あるぞ、あれに挿してもらいたいのよ、言ってる意味わかる、これ中に何入ってたっけ、中確認してもらいたいんだけど、バッテリーが3本入ってんのよ、ね、で充電が終わったら、バッテリーを外してでつけるみたいな、ここにバッテリーのパーセンテージ出るじゃん、100% になったら入れ替える、 100% になったら入れ替えるって3本やってほしいの。で、俺この、これが終わったら、携帯で配信するから、携帯で配信する頃に持ってきてもらいたいの。バッテリー1本か2本でも。そしたら、その、このパソコンのバッテリー入れ替えるから。ちゅ。うん。飲んだんです。ちょ、タバコ吸うわ。ああ。ついこれやばいね、やばい、俺もう終わると思ってたもん、この時間帯だと。タバコ切れたわ、タバコ、いや違う、俺のバッグこっちにある、いやこのバッグ持って帰ってもらっていい、うん、バッグ多分何も入ってないからパソコンだけかな、あと何入ってたっけ、これ持って帰って、あ、ダメだ、このパソコンが使えなくなったら入れないといけないから、ちょ中取り出してもらっていい、ちょっともうごめん、ちょっともう動けない、19時までにゴールなんかできるわけねえだろうがよ、あと3時間半でゴールなんかできるわけねえだろうがよ、パソコンとバッテリー2本、それについてるからバッテリーで、バッテリー1本完全に充電するのと、うん、あともう半分ぐらい、大きいのをやった方がいいの、いや大きいのじゃない、小さいの2本からやってもらいたい、その方が早いから、うん、だから小さいの1本でその後大きいのやってもらいたい、でそれ3本抜いた、バッテリートータル、うん、パソコンと、そしたらそれしまって俺持ってく、19時過ぎなんてかかるね、便所さんで2日、
日またぎたくねえな。ちなみにその差し入れ的な、それどころじゃなかったここにだって、うん、ナビが使えないから。あ、そっかそっか、ありがとうね、助かった。ノンストップで12時間以上かかるね。もう7時間で行けるとか甘く見てたわ。今何時間経った？ちょうど6時間だわ。半分で6。それ帰れるかもわかんないから。帰れるよ、大丈夫だよ、うん、読めないからさ、私、うん、大体わかるでしょ。全然わかんない。全然わかんない。多分バッテリーお願いっていうのが多分なんだけど、品川か、品川ぐらいかな多分。うん、現在地7時間で一周って書いてあったんだよ。なんか内回り外回りの意味が未だに分かんねえわ。なんか俺今外回りやってるらしいんだけど、何なのこの内回り外回りって。どこにショートカットする要素があるのか全然わかんねえわ。現在地だけでも出てきてくれるって。ほら、わあすごい、すごいよね、うん、男のサイトには書いてあった7時間半が 最短だって。無理無理、ちょっと膝休めるわ。そうだ、駅閉まると判子押せないからやばい、そうだ、これほんとこの企画無理があったな。ハート、風船プレゼントありがとう、頑張ります。ほんと無理があった。これで目的設定できないの？これをこうやって動かしていかないと、うんうん、そしたらできる。これで、うん、そう、左側の方、四ツ谷だから、うん、四ツ谷警察署だから。そうだね、花園神社だから。そう、こっち新宿御苑じゃん。なんかこっち左ひたすら。嘘だろ、俺これ外回りで歩くのかよ、バカだな都庁。そう、うん、頑張るよ。スタンプは駅の外にあるから多分押せると思う。この辺になんかいっぱいついてるからきっとここだね。うん、この辺。ごめんね、のんた、うん、ナーボーもやってんだ。みんな結構頑張ってるね。いや、これきついわ。みんな無言になるでしょ、後半。多分その辺で、西新宿5丁目だからその辺でいいと思うよ。この辺で、うん、この辺でいいと思う。わかると思う。これ過疎生主でやったって聞いたことないもんね。おにぎり食べよう、どっかで、はあはあ、いや甘く見てたわ、ちょろいと思ってたわ。で、ずっと喋り続けてるね。後半無言になるかもしんねえよ、悪いけど。いやもうリスワン1位とかね、もう今あれだわ、きっついわ。とにかく
差し入れさっきもらえばよかったね。ほんと誰か来るって言ってたんだけど来なかったね。来なかったね。ドリンク持ってくよって言ってくれたんだけど。足はダメですね。きついっすね。あれラオウさんだっけ、リアトズしたいっつったの。あのね、指示無理です。ごめんなさい、指示無理。うん、いや、ノンタにお金もらったらダメでしょ。ノンタね、今お金貯めてんだもんね。節約生活してるもんね。左の方行けばいいんだよ。女の人で、ハルさんで17時間かかったの分かるわ。うん、あ、ゴンタいらっしゃい。今秋葉、今折り返し、折り返しで合ってるよね、地理的に。リップクリームあるねえか、ガッサガサ。いやー、足ダメになるでしょ。じゃ行くわ、うん、ありがとう。合ってるよね。ここで半分か。閉めてくれたよね、ありがとうね、のんた。じゃあ後で充電頼むよ。頑張ります。のんた、ありがとう。頑張ろう。どっち方面に歩けばいいのこれ。ああ、もう、ああ、どっち方面に歩けばいい。ああ、だいぶ楽になった膝。どっちだろう。今中央口、どっちだ。山手線向こうか。あーと、あれどっちから来たんだっけ。どこだっけ。神田次、神田ってどっちだ。神田は向こうから来たんだよな確か。あれどっかわかんねえな。どこ、どっちだ。また方向わかんなくなってきたよ。どうすればいいんだろう。どっちだ。あれどうやって来たっけ。あれどっち方向から来たっけな。コメント見れてる。コメント止まったな。見れてたら手挙げて。
ラグってんな。じゃあ、お客様お持ち帰りですか。そうですね。はい、奥乗りでどうぞ。はい。お願いします。ショコラテバナナココフラペチーノのベンティ。はい、かしこまりました。はい。まだでよろしいですか。はい。お持ち帰りです。はい、ありがとうございます。691円です。お風呂にご用意いたしますので。はい。全財産。ドリンクはカップのままの私でもやらせてです。あ、大丈夫です。ショコラティフラペチーノです。会計失礼します。はい。でこちら、すみません、100円多いので。100円多かった。すみません、失礼します。はい。100点。ありがとうございます。こちら、キュレーターです。はい。お返しです。ありがとうございます。はい、どうも。カカオからドリンクお渡しいたします。はい。ありがとうございます。どうも。ああ。よし。ワシントンホテルわかんないね。神田川目指せばいい。すいません、神田川ってどっちの方に行けばいいですかね。あの万世橋とかの方なんですけど。はい。はい。こっちの上なんで出てもらったら、はい、そこの交差点にこっち側にプレイしてもらって、はい、であの建物とか結構あると思うんですけど、奥側が川になってるので、ね、そちらにいます。ありがとうございます。なんか無料で多めにできたりするのってあります？甘ったるくできるのって。ソース多めにお願いします。申し訳ないです。ありがとうございます。どうもです。ありがとうございます。KP。うまそうだろ。めちゃめちゃうめえ。めちゃめちゃうめえ。なにこれ、うめえ。やば、体がすげえ甘い。うんま、こんなうまいスタバ飲んだの初めてなんだけど。全財産消費しました。うんま、やば、超うめえ。すげえ、味が全部わかる。チョコの味、バナナの味。今糖分欲してるから香りとか何使ってるかとか味覚が冴えてて全部わかる。超うめえ。神田川を、神田こっちか。うん、
うんまやべ、これ大正解。うんめえ、マジで。神田川、どっちだっけ、右っつったっけ、左っつったっけ。これうまい、バナナのやつ。うまっ、やっべえ、うめえ。超元気出た。うわ、頭冴えた、頭冴えた。これ右左どっち。どっちだ。うまい、これ超おすすめ。うん、右と左どっちだ。あ、神田駅 600m まっすぐって書いてあったわ。高架下歩きます、書いてあった。神田駅、神田で合ってるよね。次神田だよね、合ってる。神田で差し入れは OK ですね。もうあとは差し入れに頼るわ。行きます、後半戦スタートです。はあ、うますぎる。うめえ。マジうめえ。やべえ、こんなにスタバってうまかったんだ。マジうめえ。地図なしでここまでやってきたから大丈夫っしょ。生き返るわ。それそうだよな、水分補給2回目だもんな、これ。うん、あ、すげえいいロケーション。いや、これはいいわ。リバーサイドでスタバ。たまんねえ、たまんないっすよ。元気出た。てか糖分が足りなかったんだ。うん、糖分が足りてなかったんだ、単純に。意味が分かった。頑張ろう。200人超えありがとうございます。1000人超えありがとうございます。同時エストラン200、累計1000ありがとうございます。神田から先のさ、神田から先のさ、駅何個か上げてってもらっていい？5個ぐらい。神田の次これだよって5個ぐらい先知りたい。次のターミナルでパソコン充電する。塩分も取った方がいいね。うめえ。マジうめえ。これさ、遭難した時とかにチョコレートが必要っていうのよくわかるわ。神田の次東京？うん。うん。神田東京、有楽町新橋浜松か。東京有楽、新橋、浜松、田町、品川はまだ
下がまだ先へ。なるほど。タマチの次は品川、ありがとう。この辺はでも駅密集してそうな気がする。風船10個ありがとう。問題はあれだよね、品川と田町の間だよな。品川と田町の間が最大難関だよね、確か。品川の前後がきついんだ。 OK、 最大難関って言われてる。路線図見てもやばいんだ。なんかだいたいそこで心折れるんだよね。うん。あ、チョコクリーム来た。あ、甘っ。っていうかさ、もっと気になるのがさ、寒さよ。太陽が落ちて風が出てきたの。あと体が冷えた。バナナめっちゃうめえな。これ久々の当たりだよ。久々の当たり。革ジャン着たことないでしょ。めっちゃ寒いから革ジャン。手袋なし。風が出てきたね。もう噛んだ？嘘。うん。いや、甘く見てたんだよね。7時間だから、まあ俺がやったら6時間ぐらいで終わるだろうと思って。T シャツだけ。パソコンっすよ。あ、うめえ。あ、うん、まっ。飲んだり服持ってきてもらおうか。もうなくなっちゃった。ベンティあと5本ぐらい飲みたい。
足りねえ。そりゃそうだよな、3000キロカロリー消費するのにドリンク2本じゃ持たねえわな。あと所持金は100円かな、所持金は110円。だって喉カラカラだったんだもん。いや今日から寒いよ。いやあと5本確実に飲めるよ。そうだね、スーパーで飲み物買おう。安いやかんだ。生ハイボール中ハイ何杯飲んでも1杯200円だって。安っ。3杯500円、なんだそれ。あー膝が痛くなってきた。あスニーカーに変えてえな。スニーカーに履き替えてねえ、いろんな街見てきて。神田いいな。おお神田駅来た。神田駅、あー走れねえよ。ちょっと青待って、赤にならないで。痛い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 。ああ、スタンプ、スタンプどこだ。あ、スタンプあった、スタンプ発見。丸の内通りがおすすめ、案内してもらえるとありがたいですね。噛んだ噛んだ。神田おしゃれだな。神田ゲットです。神田ゲット、よし。神田の次は東京駅、来たこれ東京。いやでもなんだかんだ進んでるぞ。いいぞいいぞ、行こう、次行こう。東京駅行きます。東京6度、よし次行こう。東京、どっち行けばいいんだ。神田だから、どうしよう。あ、内側回る、内側がどっちなのかもうすでに分かんねえかんな。次行きましょう、次行こう、頑張ろう。頑張ろう。あ、足って。気合いで、気合いでいきましょう、皆さん。よし。
次東京だね。でもすごいね、新宿からぐるーっと回って東京まで来たっていうのはなかなかだよね。痛みぶり返してくんな。痛みがぶり返してきたね。これ品川あたりきついぞ。逆回りにすればよかったかな。まあ構わんねえか。スタート新宿で時計回りに回ってます。日が沈むのが怖いな。ただこのスタンプルールやめればよかった。本当に息をスルーできるのは熱いよね。痛いな。日が沈むのはほんと怖い。まだ結構先あるね。逆回りも見てみたい。うまそうだな。もうラーメンがこんな、今日ラーメン食ったら絶対うまいかんね。今日のラーメンは絶対格別な味だと思う。杖ね、欲しいね。旅人が杖使うの分かるわ、登山家とかが。これね、膝がぶっ壊れるか。ちょっと待って、よいしょ。杖やっぱ必要だね。杖持ってくればよかったな。ただね、配信者の場合はね、片手塞がってるから杖使えないんですよ。パソコン持ってないといけないから。あっ、ひねった。通常ルールとちょっと違うんだよね、普通に回るのとは。痛いな。痛い。頑張れ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 。足首、そう、手首って言ってた。いや、とりあえず
とりあえず大丈夫。ちなみに難易度で言うと富士山とあの山手線ってどっちが難易度高いって言われてんの？見た感じ、リスナーの見た感じ、どっちが難易度高いの？そう、これが豪華車か。富士山の方が難易度高いんだ。俺山登ったことねえかんな。富士山の方がきついんだ。下手したら死ぬ。マジで？そうなんだ。じゃあ行けるっしょ。そうだよな、山手線はね死なないもんね。高山病がきついんだ。あー確かにね。そっか、水とかを装備していかないといけないのか。ちなみにさ、あの東京駅地味に遠くねえか。なんかいつまで経っても東京駅に着かないんだけど。東京駅ってもしかして地味にこれ遠い系か？なかなか着かねえぞ。山手線の高架下近くにいる？ヒーセ。山手線の高架下でもうすぐ東京駅だと思う。東京駅と神田の間の高架下。そうだよね、空気も薄いしね。それはあるよね。神田にいる。もう神田過ぎてますよ、ヒースさん。神田を過ぎてます。神田は過ぎて東京を向かってます、今。和道さんがゴールしたら手術受けようと思います。頑張れ和道さん、ありがとう。手術頑張ろうな。和道が世界チャンピオンになったら、パルス君手術受けてくれるかな。ここもホームレススポットなんだね。今ここの使い方が分かんないだけ。大手町かな、江戸通りって書いてあるよ。どこ行けばいいんだろう、これ。でもなんだかんだ飲まず食わずだったからね。モンスターエナジーちょろっと飲んだだけだから。なんて言ったってベンティーが、俺の胃の中には今ベンティーサイズが入ってるからね。もう神田過ぎたでしょ。中央区って書いてあんな。合ってんのかな、ここで。そうだね、会いたいね。フラペチーノが一番ボリュームあったんだ。おー、えいすいすい。あ、そっちから行きます。
どうもっす。今自転車で駆けつけてくれた。そっち行きます。肉のハナマサ中うなんだろうこれ、プレストよくわかんないけど、肉のハナマサ見えないっすね。今リアトツヒーセさんかな。ヒセさんですか。え？あ、どうもどうも。ふわけんさん、はい。よろしくお願いします。ワドです。はじめまして。どうも。はじめまして。あ、ありがとうございます。すみません。いや、めっちゃ嬉しいです。これあの、はい、この先、はい、何があるかわかんないです。何があるかわかんないから、はい。あ、ありがとうございます。差し入れいただきました。映っていいの？大丈夫ですか？顔。うれしいです。ありがとうございます。キャママ。今ラグってるんですよ、ちょっと止まってます。いや、ラグが多分4秒、うん、20秒ぐらいあって、あんまり足止めしちゃいけないと思うんで。もう全然全然全然、もう先っすか、東京駅って。このこれ行って、はい、左方向ですね。左方向、こっちの方に、はい、こっちからも行けるんですけど、はい、多分こっちからの方が分かりやすい。分かりやすいですか、はい、了解です。左方向なんで、はい、はい、あ、今おおって来てますね。差し入れをつーって、やっとラグってますね。はい、ありがとうございます。持ってきましたよみんなの気持ちをありがとうございます。本当にいっす、ありがとうございます。頑張りま す, いっ す, いっ す, すいません、本当頑張ります。嬉しいわ。ちょ、これ後でピンチの時に開封するっていうことだから、ちょ、これありがてえ、マジで優しいね、ありがとうございます。そこのランドセルにしまっておこう、大切な、なんかあった時のためのだから、これ。ありがたいね、いい人、いい人な感じだったね、なんかね、すげえ優しそうな。頑張ろう。てか俺今回の企画マジで舐めてたわ。完全にそんな感じだったもんね。なんか山の手回るみたいな、なんかだるいけど暇つぶしになるよねみたいな感じだった。ああ、そんな感じのノリだったじゃん。マジ舐めてたわ。なんか女子供でもできんだから俺もできんだろうみたいな、優しそうな感じだったね。ちょっとたくみさんに雰囲気が似てたね。今自分でランドセルって言ってないですよ、ビジネスバッグです。甘く見てたね。いやでも経験しないとね。ふわけんさん、ありがとうございます。助かりました、ありがとうございます。頑張ります。いい人、いい人だった、ほんと嬉しいな。頑張んないとね、最後まで頑張るよ。パルス君も手術受けてよな。ワドおじさんがチャンピオンになったら手術受けてくれるよな。リアトツありがとうございます。いやマジあったけ、ワドリスナーいい人しかいないかんな。じっと知られなくてありがとうございます。いやほんと寒い中自転車で和道さんって言われたから、えと思って、うん、誰だろうと思って、ちょっと似てたよね、たくみさんにね。たくみさんより痩せてたけど雰囲気が似てた、優しそうな感じが。よし、気合い入れとこう。大丈夫だよ、サッカーはできるようになるよ。よいしょ。これが山の手。
でも12時はなんとかクリアできるか。今4時でしょ。あと8時間あるってことでしょ。終電は間に合いそうな気がするけどな。多分大丈夫だよね、終電は。優しい。予想、あ、それくらいで行くかな。9時から10時ぐらいか。多分ね、日はまたがないで済みそうな気がするけど、トータル時間12時間、12時間以内にクリアしちゃいよね。でもマシュマロさんはどつ、12時間以内にクリアはしたいよな。嬉しいわ、あったけ。頑張ろう。ふわっちではいないよね。ふわっちでこの企画やった人いる？ツイキャスとかニコ生では見たことあるけどさ、ふわっちは初じゃない？そんなことない？どう？いや疲れたっつうか、もう痛いだね。疲労とかじゃなくて痛い。おー、かっけー、東京っぽい。ほらほら、東京っぽい。なんかこれ東京近いぞ。なんかビルの感じが変わった、急激に変わった。東京近いぞこれ。多分12時間以内にクリアは無理かもですが、大体の人が12時間オーバー。やっぱりそうなんだ。北口あたり来たよね多分。なんか違うな、やっぱ東京って雰囲気が。綺麗だね、雰囲気全然違うね。やっぱね、看板なだけあるね。ついに来たか。だから品川だよな、ほんと品川のその間2つをどう乗り越えるかだよね。ぶっちゃけもう渋谷まで行ったらゴール見えると思うんだよ。品川から渋谷って近かったっけ？渋谷まで行ったらもうぶっちゃけもうゴール近いと思ってる。バカプレゼントありがとう。いや、ビルいっぱいですよ。見る？外見たい？外向けようか。さあ、東京駅付近こんな感じです。駅前はね、マス目状になってるから。おい、雨、いらっしゃい。マス目で北海道の駅にちょっと近いな、雰囲気。札幌駅にちょっと近い、雰囲気はね。スタンプ探すのが多分一番難易度高いのが多分東京駅だと思う。目の前が東京駅、日本橋口。嘘、目の前？ついに行けんだろ。明日は雨か。え、これ駅なの？え、これ駅？え、なんだかわかんねえな、もう。日本橋口って書いてあるけど。でもさ、どうせだったらみんなあれ見たいでしょ。あの駅の感じ。あの東京駅、ザ東京駅っていうの見たくない？あ、ほんとだ、東京駅だ、ここ。すげえな、これ東京駅なの。ここか、日本橋。じゃあ日本橋から入っちゃうわ。
なんだ、目の前東京駅だったの。これ駅だったんだ、駅ビルだったの。駅ビルでこのクラスなの、やば。駅ビルでこのクラスなの、すげえな。入っちゃうわ。建て替えた方見たい？どう行けばいいんだよ。見せるよ。どう行けばいいんだよ。言えよ、もう。何でも言え。やるよ。やりますよ。ねえ、田舎の人もいるんだからね。東京見たことないと。はい。じゃあ、今から入る方が東京駅の日本橋、あ。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。